NGTS-14AB とは、鶴座の方向に約1033光年離れた場所に位置する構成。NGTS-14A の周囲を公転している太陽系外惑星である。ニマス J2154423 から 3822388AB や TIC1 億9764万 3976AB 等とも呼称される。 NGTS-14 アブはトランジット法を用いた次世代トランジットサーベイによる観測で発見され、トランジット系外惑星探索衛星や他の地上に設置されている望遠鏡によるフォローアップ観測で確認された。この発見を報告する論文はアーカイブで2021年1月5日に公表され、翌2月にアストロノミーアストロフィジックスから、 出版された。NGTS-14 は連星であり、スペクトル分類が、K1V の NGTS-14A と M2.5V の NGTS-14B で構成されており、NGTS-14AV は A の周囲を公転している。B は A から約1137天文単位離れた位置に存在する。公転周期は、 約3.54日である。海洋星の1.3倍の大きさを持つ。ネプチュニア砂漠の中を公転していることが知られている。また、主星との距離から NG、NGTS-14 アブは、かなりの量の大気を維持することが可能であり、天皇星と同じくらいの密度を持つ、可能性がある。表面温度は1143ケルビン程度である。ありがとうございます。